土産。うん、週末に取ってきたからそのお裾分け。そう、外せない予定があったんじゃ仕方ないよ。うん、栗とか銀杏とかキノコとかお芋とかたっくさん取れたし、それをかなたさんが美味しく料理してくれたんだ。え、そんなこと言ってたの？嬉しいな。そんな風に思ってくれるの嬉しい。あの、そんなに言うなら今から炊き込みご飯作っちゃう？あ、炊飯器はなくてもお鍋で作れるよ。それにお鍋で炊いたご飯の方が美味しいんだ。このさつまいもを使ったご飯にしよう。よかった。芸術の秋？あれもこれも美味しそう。